え、12月13日3時からチームバナナ出てんの？無限大ザ・ダブル決勝の日？すげえな。その後のトークライブ出てほしいね。あ、ほんとだ。松本さんよう知ってんな。素敵じゃないか追加になってるよ。素敵じゃないか1回ぐらい誰か喋ってどっちかと喋ってんだよ。多分渋谷ホットナイン、あと3歳の子ですね。ほとんど面識ない人たちばっか。でも魅力高いみたいな仲良くなる。まあ安心はできそうです。すげえ、ほとんど仲良くない。誰か仲良く1人くらい入ってほしい。そこに金属バットとか入らないですかね。あ、そうか、言えよかったら金属バット入れてください。言えよかったら外部のライブだったんですけど、吉本のライブ飛び出すかも。まあ、金のウィンド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 ウィンうちらも入れたら過去に出した単独ライブの映像をね、ひょっとしたら出るかもしれないですね。もしもあのあれ俺のセリフ飛んでるよなと思って読んでもらいたい人もう一回書いて、ここ新藤さんにテストなんですよ。時計は8月に残したらしいです。待ってくださいよ。勉強大事ですからね。挫折も人生ですからね。栄光ばかりが人生じゃないと思います。関西のさ、なんかイベンターの人とかさ、まあ吉本の人とかみたいなさ、ザ・ダブルのイベントをやるって感じで、関西にやると、まあ、小さい声でなんか言ってたら、まあ交通費かからないですけどね、結局。で、新幹線の前かかって、その代入れて、まあ、それで、ギャラ入れて、例えばじゃあ、だったら例えば3回公演、4回公演ぐらいにして、ギャラを分散させて、それで全部くるくると、喋るみたいになりたいですね。ダブルは今みたいに芸人さんと一緒に見るライブになります。何 MR みたいな芸人さんあ、吉本でやるイベントどうですか。それってフリーザーインディーズの闇でやってるんでしょ。それは多分その主催者の人がくらいあの発起人としてやらないと分かんない。分からんですよ。僕 YouTube でやりますよね。素敵じゃないとは信号中でやってて、あ、なるほど。どう思ってんの。それで入ってんの。デザーダブルのプロレスを重ねるように動画をします。動画をします。
これはね、ちょっと気になるね。結局米田にその単独買いそびれたりして、結構やっぱり単独だったりして焦らないというか、ネイビーの春と新年で M1 の決勝行くことがそう、今年っていう演技だったんで、準決勝か、みんな聖なる夜を過ごす、聖なる夜はないんですよ。新年の伝承になったハイツケモンさんの単独配信の生って生で見えるのか後日やり手の話からガチガチのネタでは私が説明したただ殴るやつほぼやってしまってる気がするんですよ。だからやっぱり歴史に出る芸人として自分のことを生涯崇められるんですよ。そこまで発案できているっていうのは今後どうやって自分はこの方に出て優勝するネタも欲しい。実は何のネタっぽいかと山の上に出てくるから、そのぐらいいろんな角度でやってるから、そこら辺は M1 や KOC はでかくなりすぎる。 KOC でかくなってるんですか？そのままどういうのか、はい、ふさわしいかみたいな気がする。 WWE だから一緒に考えてるんだと言ったのは、なるほど。いやー、俺は15年以内でピンネタ漫才コントごちゃ混ぜの大会が見たいです。あ、確かに1回ぐらいやってみてもいいかもね。毎年である必要ないかもしれないけど、新藤さんが M1 優勝すれば新鮮になる。まあ優勝すれば